みんなこんにちは。サギとウサギ、ウサギです。5月25日リリースしたトリプルシングルでいろんな魅力を公開したグループです。平成ジャンプのリアクション始まるよ。最近ジャニーズにレトロ流行ってますか？レトロボーだね。この曲も80年代のポップを彷彿とさせる説明を見て、ジャンプのレトロはどんな見応えがあるか楽しみです。では平成ジャンプのエリア一緒に見ましょう。 In your area。진중한레트로구나세트와아니고나이네와멤버의비주얼뿐이야 뭐끈적토록토록아 아니야젠제 가와이이오호파라뉴스파지가인상적이구나平成ジャンプは並んでて歌ってるのが多くない？あー、그런가？おー、うん。절도。おー。このラジオの音もレトロ？그런가？80년대팝잘모르네 옷을다입었는데도섹시하지않아 影が印象的。그림자。ああ。前のセスジョンのレッドは誰が聴いてもあの世代を代表するメロディだったら。ジャンプのレトロはもともとのジャンプの曲に少しレトロを混ぜた感じです。はい、踊らなくても圧倒する雰囲気に驚きました。前から感じたことですが、メンバーたちは年を食ってないようにいつも同じ姿ですね。そう、着るのは私たちだけ自己管理を一生懸命にしたんでしょうか。本当にすごいですね。何もないセットにメモだけ立っていても表情演技でかましてますね。影がずっと気になるんですが、メイン豪華で近くてうなぎが言った圧倒する雰囲気がよく見えたんです。うなぎちゃん、この MV を一言に評価したら、テーブルから祝福されたケーキがパパでは、おさなぎでした。じゃあねー